おいすー、ケレンです。1月21日火曜日、アップデート情報、要点まとめ動画となります。栄光の道、第12段階実装を含む、激アツアップデート、要点まとめました。こちら！栄光の道、第11キルズ追加。成長依頼、パート2開始。新システム、装備材料交換システム追加。復帰冒険者の支援システム、リニューアル。パール商店、新商品多数追加。激アツイベント3種開始となっております。それでは詳細の方見ていきましょう。まずは栄光の道第12亀裂追加されたということで、こちら必要戦闘力が5万9000ということで、ちょっと高いですよね。高いんですけども、クリアするってなるともうちょっと戦闘力が必要らしい。なんか教えていただいたんですけども、必要戦闘力6万2000でクリアすることができましたっていう風に聞きました。まあ、ギリギリだったらしいです。だからもうちょっと必要だってことを考えると、まあメインキャラが僕今1万4000ですけど、メインキャラ1万4000で、サブキャラの戦闘力がだいたい1体1万を超えていたら、まあいけんのかなーっていうか、その辺が多分ボーダーあたりになってくるのかなっていう気はします。で、報酬の方なんですけど、この栄光の証、これが第11キレツに比べて、まあ多くもらえることはわかると思うんですけど、もらえると思うんですけど、海外版だと約 1.8 倍ぐらい多くもらえるとかっていうことで、これがね、結構、第12キレツっていうのは海外税からすると、待ちに待ちたみたいな、そういうやつなんで、まあちょっと期待ですねと。だこれ、12キレツを目指して、辛いけど、サブの戦闘力上げていきましょうというフェーズになっております。次は成長依頼パート2開始ということで、ちょっとね、僕さっきチラッと見たんですけども、このね、第3章から第4章が新たに始まりました。で、意外とね、こう中身を見ると、例えば、この、黄金長女200だったりとか、ブラックスの100個だったりとか、こう積み重ねでめちゃめちゃいっぱいもらえるんですよね。で、まあ1個ずつの報酬っていうのはしょぼいけど、これ全部もらったら、まあめちゃめちゃすごい量もらえると思うんで、僕、成長依頼マジでやってなかったんですけど、これやった方がいいっすね。やった方がいい。で、しかも途中にね、結構面白いのがあって、悪性だったんですけど、神話悪性、これだ。黒い涙悪性の神話、一式もらえるやつ。一式でしょ？一式もらえるやつがあったりとかもするし、あと、これね、めっちゃ気になった。一番最後。めちゃめちゃいい、ミシン冒険支援箱2。使用時、より快適な冒険にしてくれる様々なアイテムを獲得できる。これね、これね、中身がわかりません、これ。もしかしたらよ、もしかしたら新アクセ入ってるかもしれない。入ってるかもしれない。快適にしてくれるらしいから。ちょっと期待ですね、これは。まあ、中身がわからないんで、まあ、これ目指して、依頼を進めていくでもいいと思いますし、まあ、最後、ガチャ的な感じで何が入ってるか分かんない。楽しんでいきましょう。次は新しいシステムです。装備材料交換システムということで、ボス装備の深淵素材を新たに欲しいボス装備の深淵素材にすることができるっていうやつ。例えば、カランダの足の爪、これ2個持ってますよと。まあ、やってみましょうか。クザカの歯欲しいですと。ってなった時に、こうやってレッドノーズの太刀を2個をクザカの歯にポチッとすることができるっていう。これがまず深淵装備。あ、まあ、深淵素材の方か。深淵素材の方がこれ。で、実は破片にも交換できちゃうんですよ。破片に。深淵素材1個を消費して破片にできちゃう。ボス装備の破片にできちゃうってやつなんですけど、これがね、いくつになるのか、素材、破片がいくつになるのかっていうのちょっと気になってるんで、ちょっと交換してみようかなと。はい。はい、こんな感じで、持ってるやつ全部交換してきました。で、交換したんですけど、まあ、36の範囲で出るけど、まあ、大体の平均が1個ずつ使えばわかるんじゃないかなと、4、5、6、お?4、5、6、お、5、3、あ、でもなんか3率少な。6、あ、結構出ますね。あ、結構出る、結構出る。ちょっと平均取るのはもうちょっとめんどくさいからやめるんですけど、3以上は結構出るな。3以上は結構出る。すごい。あ、すごいわ。持ってた深淵素材だけで、こんだけ破片ゲットできるの嬉しいっすね。結構多分皆さんも溜まってると思うんで、ま、ぜひ、ま、こういうのが来たってことで、やっちゃってみてはいかがでしょうか。次は、復帰冒険者の支援システムがリニューアルされたということで、まあ、
今ね、クロノワをやっている方々には関係ないことかもしれないんですけども、そういうのが来たと。まあ、例えばね、引退しちゃった人とかにね、声かけるといいかもしれないですね。まあ、ちなみにですけども、この、こんにちは、〇〇様、もう54日経ちましたねっていう、こういうちょっとしたジャブも食らうことができるんで、アイディンに煽られたい方はぜひっていう感じ。次は、パールショップ新商品多数追加ってことで、新しい衣装も来ています。ペットも来ている。見ていきましょう。まずは新商品からいきたいと思います。で、ボスの推薦書、武器、防具、ボスの当店、武器、防具ってこれあるんですけども、まあ、これ、何かっていうと、装備、ボス装備の破片をめちゃめちゃ獲得できるものがこちらになると。で、推薦書が欲しいですか？推薦書が欲しいあなたには、この、ボス推薦書。推薦書が3000個、パール800個もらえる。トーテムが欲しいですか？トーテムが欲しいという方はトーテム箱20個入ってるよ。パール800個入ってるよっていうやつ。で、まあ、破片、武器が欲しいのか防具が欲しいのかっていう選び方ができるという感じ。で、今日が1月の21日で、2月の1週目メンテナンス日まであるので、おそらくですけども、3週間分購入することができると思う。今週、来週、そしてメンテが入る前の、ちょっとした日数で3週間分獲得することができると思う。これ全部買ったらとんでもない額になると思うけど、一応太鼓装備買ったら作れますね。作れると思う。うん。バチバチに買ったら作れると思うんで、まあ資金に余裕のある方はぜひといった感じ。まあ僕はする。ちなみにするですね。はい、次。カンナの宝箱。これ何かと言いますと、深淵アクセ箱。まあ、深淵アクセが絶対に手に入るというものなんですけども、深淵アクセ箱3個。これは 10% でゲットできる。で、カンナの深淵アクセブラックパール箱 A が、深淵アクセ2個と1000ブラックパール。これ 45%。B の方が、深淵アクセ1個。でも、ブラックパールが多い。3000個。これが 45%。という形になっている。これ1万円です、ちなみに。そう、買いたい人はぜひっていう感じ。黄金色パック。まあ、これはお金ですね。お金が欲しい人向け。武器突破パックとか、防具突破パックとかっていうのも、まあ、これも、強化したい人向けの救済措置みたいな感じかな。はい。そういう感じですと。で、ガチャは、今週は出てない。パッケージ商店ということで、まあ、この辺ちょっと新しくなったんですよね。で、パール商品とかこういうので変わってて、ちょっと追加で増えてるのがあったりとかします。それが、例えば、デイリー戦闘バフパックとか、これはあったか。これはあったくさいな。あ、でもこれあったかな。これ増えたかもしれないですね。増えたやつかもしれない。この辺、フィールドバフ3種パックとか。うん。まあ、パールで購入できるやつも、まあ、こういう風にあって、こんな感じでシルバー商品とかも売ってますと。で、破片商品、マイレージ商店、マイレージはまあ、まだあるという感じで。まあ、この辺はちょっと見方が変わったかなって言っただけかな。まあ、あと、なくなったものがあるんですけど、先週からなくなったものとかもありますけど、まあ、ちょっと確認してみてください。で、クローン石。これが一番でかい。クローン石が、バカ安くなってる。バカ安くなりました。で、イベントって書いてあるけど、これイベントじゃなく多分引き下げられたのかな。多分もうずっと続くんだと思うんですけど、まあ今までクローン石1000個25,500パールで買ってた人いるかもしれないですね。それが510パールになるということで、クソ安くなってるんで、ぜひ、この機会にぜひ購入。これで次元の水晶を作りやすくなったので、まあ次元水晶僕もちょっと作ってみようかなっていうふうに思います。で、もう一つあるんですよ。それが、生活のとこなんですけど、馬の交換とスキルを変更できるやつが来ている。馬のスキル変更は銀貨、交換はパールらしいですね。まあ、ちょっと試しに買ってみましょうか。3つぐらいいっとく？いっときますか。ってことで僕の最強の馬、強すんぎをちょっとね、強く、もっともっともっと強くしちゃおうかなっていうふうに思うんで、スキル変更、やってみますか。あー、こういう感じで変えれるのね。なるほど。なるほど。まあ、急停止いらないよな。スキル変更。いきます。ランダムの変更。いけ！頼む！交換強化。強っ！そうだ！交換強化ってあったじゃん。忘れてた交換強化。え？え、強っ！銀貨で実質戦闘力がすぐ上げれるってことを考えたら、やばいね。これはやるべきだね。最後はペットと衣装を見ていきたいと思うんですけど、ノブルネージュエナがオスとメス、おりますと。まあ、2世代、のやつを買うことができるらしいんですけど、個人的おすすめはやっぱこいつですね。もうあら、かわいい。飛ぶんですよ。飛ぶんですよ、こいつ。あらー、かわいいね。ということで、
あの気になった人はぜひ買ってみてください。僕はちょっと一体だけ買うかもしれない。このオスだけ、オスだけ買うかもしれない。で次出ました、新シーズン衣装になります。ノブルネージュってやつですけども、これかっこいいっすよね。結構ブレイドアウェイクは結構かっこいい。うん、かっこいい。ほらほら、あらイケメン。あらイケメン、かっこいいですよね。で新シーズン衣装、防具はノブルネージュなんですけど、武器はね多分これノブルネージュじゃないんじゃないかな。黒の武人武器ってこれ昔出たやつなんで、武器は違うのかもしれない。うん、防具は多分、どんなクラスも、ノブルネージなのかなという気がするんですけど、まぁ、ちょっとそこの辺も確認してみてください。最後、イベントの方を確認していきましょう。まずは、週間出席簿。まぁ、これは週間出席簿ですね。普通に出席するともらえるっていうやつ。パールが最後もらえるんだなと。まあ、そんな普段といつもと変わらないような形だと思います。二つ目は栄光の道特別ミッションイベント。これは、まあ、周辺的制圧とかでもらえるんですけど、ごく上級推奨箱もらえる。ワンチャン深淵推奨獲得できますね。10個ゲットできるらしい箱が。で、最高能力値神話装備セット。新しくサブを強化する方は嬉しい。嬉しいねよっていうやつ。伝説アクセルプラス5パック。まあ、これもサブ用ですね。新しくサブ作るのには結構適してるかなっていう感じはします。で、3つ目。ワールド経営。結果報酬10倍アップイベント。ってことで、ワールド経営の結果の東京日記録における獲得報酬が従来より10倍に増量されますと。で、これはおそらく箱ですね。リザルト画面でもらってたの箱とか報酬のあの辺のやつがもらえる。以上でアップデート情報終了となります。まあ、今週は栄光の道第12期列クリアするために頑張る、次元の推進を作るぞっていう週になるかもしれません。皆さん頑張っていきましょう。ということで動画終わらせていただきます。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。毎日夜9時から12時 YouTube ライブの方で配信しておりますので遊びに来てください。配信の方では質問受け付けております。お気軽にご質問ください。よろしくお願いします。動画投稿の時間は夜20時を目安に投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。そして月曜日にお休みさせていただくことになりました。火曜日から月曜日にお休みは変更となりましたのでよろしくお願いします。ということで月曜日はお休みです。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。